今日の主役は、お座りしてください。お座り、はい、今日はまえです。今日はまえちゃんにハーブパックをしていきたいと思います。まえちゃんを緑色に染めていきます。今回使用するのはアニマルアーユルヴェーダのハーブパックで、ビューティーハーブの方です。これの効能が一応裏に書いてまして、匂いやベタつき、毛玉、乾燥、フケを気になるワンちゃんとかにいいみたいで、天然成分なので舐めても安心のパックです。今回はこの緑色のビューティーハーブパック、ビューティー&ヘルスハーブパックをしていきます。ひもコーティング力、ボリュームアップが一番強く、毛玉を防ぎ、カットスタイルをキープしたい時や、健康な皮膚を維持しながら美しくしたい時におすすめらしいです。結構ハーブパックするとこの緑の犬が出来上がるのでのりちゃんに試してもらおうと思います。出てみます。説明書が入ってる、まあ、お店とかでもやってるんですけど、一応シェーカーにお湯を入れて、で、粉とオイルを入れて振って、こんな感じのドロッとした緑の液体を作って、ワンちゃんを濡らしてから塗っていきます。もう舐めても大丈夫なんで、これを歯ブラシにつけて歯磨きしてあげたりとか、あとその流すのでおけにワンちゃん入れて流してあげると、そのままハーブのお風呂ができるので、これもやっていこうと思います。で、最後シャンプーしていってトリートメントして仕上げます。ブラッシングします。じゃあまずはブラッシングします。ちなみに今回使っているスプリッカーブラシなんですけども、新しく購入したんですけど、こう結構グネングネンで柔らかくて、このこっちがハードでこっちがソフトスリッカーになってるので、もつれてる時はこっちで溶いて、もつれてない普通のところはこっちで溶いたら結構溶きやすいです。持ち方もこう普通に人間のブラシみたいに持ってもらって溶けるんで、ワンちゃん用の一般的なスリッカーブラシ、こういうタイプのが苦手な人は結構これ使いやすいと思われます。これが名前がショーテックプラックって書いてます。ここにこう入ってました。シェーカー買おうと思ったんですけど、シェーカーなかったんで、まあ、こんなボトル買いました。ここがツルッとしたボトルに、まずこれがハーブが 30g なんで、大体250くらいお湯を入れてもらって、ハーブの量とお湯の量は説明書に書いてます。お湯を入れてから粉入れます。このオイルですね、まあ、2回分になってるんで半分ぐらい取れてるな、だいたい小さじ1ぐらいって書いてました。で、これを蓋をして振って混ぜます。よいしょ。結構混ざったと思うんですけど、サラサラなんですけど、5分ぐらい置いたらちょっととろみが出てくるんで、少しだけ置きます。まずハーブパックを塗っていきます。ブルブルせんといて、ちょっと軽く水気を切ってもらって、
こんな感じの粘土です。ちょっと時間置いたんでとろみ出ました。ルーツ、いや、緑の犬完成です。で、歯ブラシは残ったハーブをつけて、この緑のこのまま磨きしていきます。いやな、でこのままこうやってあげても舐めても安心なんで磨きできます。消臭効果があります。はい、こんな感じでハーブの引き続きお風呂をしていきます。マッサージしましょう。よし、シャンプーしようか。もこもこふわふわになりました。ボリュームアップしすぎてめっちゃ大きくなった。え、こんな感じで残ってます。はい、めっちゃ大きくなったな。ハーブをしたからかなんかふわっと感がすごい気がします。張りが出てます。カットしやすいです、ね、今回使ったハーブパックは白いキノコとか服がちょっと茶色っぽく染まることがあるので白いキノコにはあんまりおすすめしません。ハーブパックするときは汚れてもいい服装で、ブルブルすると結構飛び散って、その飛び散ったハーブが乾いた時に固まって、こう周りに結構ベチャベチャっとついてしまうので、あんまりハーブをしてる時はブルブルさせない方がいいかなと思います。顔とかについたら結構固まって、緑の点々ついてたりします。で、白い子には透明のハーブパックもあるみたいなので、またそのハーブパックも試してみたいなと思ってます。何か質問があればできる範囲でお答えしますのでコメント欄書いていただければと思います。ありがとうございました。